宮崎交通株式会社は宮崎県を中心にバス事業などを行う日本の会社である。宮崎県内に広くバス路線網を有し、県内には同等規模の同業会社は存在せず、ほぼ独占企業である。宮崎県観光の父である岩切翔太郎により、1926年4月22日に前身である宮崎市外自動車が設立。 戦時企業統合政策により、宮崎鉄道、宮崎バス、宮古の城自動車が合併して、宮崎交通となり、現在の独占体制が形成された。1960年代前後の新婚旅行ブームの中核企業として発展したが、21世紀に入ってからは、収支が悪化し、2005年1月18日に産業再生機構の支援を受けることが決まった。 雲海酒造、宮崎空港ビル、宮崎ガス、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、全日本空輸、九州電力、西日本鉄道、日本レンタカーサービスなどの資企業の支援も受けたグループ発車の統括持ち株、会社、宮古ホールディングスの経営下に入り、2006年10月27日に、弁済が完了した。この支援期間中に、 路線の見直しが行われ、減便や廃止があった。宮崎県のほぼ全域を主たる営業エリア都市、宮崎市、日南市、西都市、延岡市、都の城市、小林市、小湯郡高辺町を中心として、広範囲に一般路線バス網を持つ。同エリア8着の中長距離高速バス9路線、エリア内の定期観光バス1路線を運行している。 乗り合いバスは320系統、走行キロ1326万 6000km に、及び386台の車両を保有し、年間939万4000人を運ぶ、同県の最大手公共交通機関となっている。また、貸切事業も行っている。営業所、案内センター、編集2014年3月以降の本社が入居する。 ボンベルタ立花東館2010年代に営業所、マイナス管理所制度を再編。星印の営業所は、旅客、小荷物の取り扱いも行っており、バスセンターとも称する。バスセンターでもある営業所は、中心市街地に位置している。その他の営業所は、バスセンターではないが、付近に停留所がある。また、宮崎中心市街地のデパート内に、本社事務所、 バス案内センターを構える。バスセンター、案内所、編集の岡駅前バスセンター。バスセンターは、他社でいうバスターミナルに近い概念であるが、専用バスバースの有無によらず出発所の有無によるため、いわゆる、バス駅に該当する。営業所であるものと単に出発所を備えるだけの2種類がある。いずれも、中心市街地、または、 中心的な施設内に位置し、屋内待合所を設けている事例が多い。宮崎空港は小荷物を取り扱わない。急行では従来よりバスセンターを重視し、県内主要都市中心部に配置させた。この方針は経営再建後も概ね維持されており、2013年には国府を待合所からバスセンターに昇格させている。2020年現在、 県内に7カ所設置されている。急行バスカ IC カード式乗車カード、宮古、バスカを2002年より導入していた。2015年11月14日より、にモカを導入したため、宮古、バスカは発行停止となった。利用も2016年3月31日をもって終了となった。詳細は、宮古、バスカを参照大人1800円。 学割1500円、子供1000円の1日乗り放題乗車券を発売している。1日乗り放題だが、高速バスなど一部のバスには乗れない。購入は本人でも代理でも可能。ただし、乗車時は、中高生用は、生徒手帳などの身分証明書が必要。購入可能なところは、県内各営業所及び、コンビニ発券機。車内での購入は不可。 宮崎県内の全市町村、鹿児島県総市の一部に路線を持つ。車体は白地に青、薄青のストライプ塗装である。宮崎市内線、編集宮崎市内を運行する路線。むね郊外の住宅団地発着で、中心市街地を貫通する系統が多い。宮崎市内線各系統は、宮崎市街地を通る。並行する JR 日報本,本線より、 本数面で優位に立っている。宮崎地区フリー乗降区間、編集かつてフリー乗降区間は、都の城の山間部等の一部路線に限られていたが、2010年10月の改正において、宮崎市内でも導入を始めた。宮崎市内のバス停の場合、街頭区間のバス停に、フリー乗降区間である旨の掲示が貼り出してある。宮崎郊外線、宮崎空港リムジン、 特急バス、編集日南海岸宮崎市中心部から、おおむね、約30キロメートル圏の地域に運行しており、平成の大合併により、宮崎市域に入った町や、宮崎市の周辺の市町村と宮崎市中心部を、結ぶ。他に、宮崎市と都の城市を結ぶ特急バスや、宮崎空港発着の空港リムジンバスがある。宮崎空港宮古シティ。 宮崎駅間は JR 宮崎空港線より本数が多く、宮崎沈田尾間は JR 日南線より本数が多い。日南海岸国定公園と宮崎市内を結ぶ路線もある。宮崎市街地側のターミナルは宮崎駅前、バスセンター、宮高市など系統によって異なる。延岡市内線、編集工業都市延岡旭化成の企業城下町である。 延岡市の中心部や工場を通り、郊外の住宅団地からの通勤、通学需要などを支える。2000年代までに、市内1号線等純粋な市街地内、完結系統は衰退した。これはより郊外へ直通する位置が、丘、桜ヶ丘等の住宅団地路線が、市街地を貫通しているためで、また、郊外線系統も、市内線区間で両者分け隔てなく利用されている。 背景もある。1999年から、延岡駅前広場へ乗り入れるようになった。延岡郊外線、編集高千穂延岡市中心部から、おおむね、約3 0トル圏の延岡市郊外部、日野影町、高千穂町、門川町、日向市に路線を伸ばす。高千穂、日報海岸国定公園などの観光地も経由する。延岡高千穂館はかつて、 高千穂鉄道高千穂線と競合したが、2005年の道線廃止以後はバスが唯一の公共交通機関となった。一部系統は、延岡駅を越え南延岡を始発、終着とする。延岡日向市間では以前は JR 日報本,本線より本数面で優位に立っていたが、トトロー越え日向市方面については、運賃面で JR に差をつけられており、本数は 減少傾向にある。近、土曜日には、延岡初日の待機の深夜便が運行される。長い方面は、日暮本線延岡駅、北側駅間に並行する路線で、JR とともに著しく本数が少ないが、JR 普通列車が運行されない昼間午後にも、運行がある。法輪川温泉方面は、経路の大半が、宮崎県道二百七号岩戸延岡線となっており、 断崖絶壁と時子川に挟まれた非常に脅いな道路を走行する路線である。2016年1月にイカロス出版より発売されたムック秘境路線バスを行くでキングオブ秘境バスとして道路線が紹介されたことが地元メディアで取り上げられ、本来平日のみの運行のところを日曜日にも運行したり、全区間の運賃を1080円から500円に、 値下げしたりするなど活性化が図られている。長年にわたり、延岡駅に隣接する、延岡駅前、バスセンターがターミナルであったが、延岡市が進めている、延岡駅周辺整備基本計画に伴い2018年3月31日限りで、延岡駅前、バスセンターが廃止され、延岡駅前に新設されたバス乗り場への発着となった。高千保地区。 編集高千穂地区内運行の路線は、高千穂町と五ヶ瀬町を結ぶ一路線のみとなり、他はべて廃止、コミュニティバス化された。高千穂町中心部に高千穂バスセンターがあり、延岡高千穂間のバス、高千穂発着、経由の高速バスも発着する。バスの運行は、以前は単独の高千穂自動車営業所が存在し、高千穂バスセンターに併設されていたが、 後に廃止され、現在は、延岡自動車営業所が行っている。日向地区、編集事実上のターミナルとなっている、イオン日向細島港にある、イオンタウン日向敷地内にある停留所をターミナルとし、福岡市街地を通る。日向市駅東口も経由し、JR 日報本,本線に接続する。かつては、日向市駅の東側の福岡市街地にあった。 日向バスセンターがターミナルであった。延岡日向間のほか日向市中心部と日向市西方の山間部の町村を結ぶ路線が運行されている。これ以外の日向市内の路線は多くがコミュニティバス化された。かつては宮崎市と日向市を直通する一般路線もあったが減損しない。イオンタウン日向内にある支店は乗車券。 定期券発券及び旅行取扱いといった旅客窓口である。バスの運用については、日向所属バスの運用を、イオン日向近隣に所在する、日向事業所にて行っており、この運行管理は、延岡自動車営業所が担当している。津の日向市間が2016年3月31日、限りで廃止され、日向地区と高鍋地区を結ぶ一般路線がなくなったことにより、 一般路線バスの県北部の路線網と津野町以南の路線網は分断された。高速バス、ひむかが、延岡、宮崎市間を結び、日向市の日向インターチェンジにも停留所が設定されているが、日向インターチェンジ近傍を通る宮崎交通の一般路線はなく、日向インターチェンジと4タウン日向た東市中心部の間は、コミュニティバス、南部プラットバスによる連絡となる。 サイト、高鍋地区、編集サイト市中心部のサイトバスセンターと、高鍋町中心部の高鍋バスセンターを拠点に、路線網を持つ。高鍋バスセンターは、高鍋市街地にあり、高鍋駅とは1 5トル程度離れている。急行で単に、高鍋という場合は、高鍋バスセンターを指す場合が多い。鉄道結節よりも、高鍋バスセンターにおける、 宮崎方面との接続が重視されている。宮崎市内との間を結ぶ路線のほか、サイトバスセンターと、西都市の西側の山間部の西村村を結ぶバス路線や、高鍋バスセンターと、北部、北西部の川、南町、津野町、非常町を結ぶ路線がある。小林地区、編集エビの高原小林市と周辺の高原町、エビの市を結ぶ路線や、宮崎市、 宮古野城市への路線がある。長年にわたり、小林駅から約400メートル離れた小林バスセンターを拠点としていたが、2017年8月1日より、小林駅前に新設されたバス乗り場より、発着するようになった。宮古野城地区、編集宮古野城市内及び、周辺の三股町、高原町、小林市への路線がある。 西宮古野城駅前にバスターミナル圏営業所があるがここを発着するバス路線は限られており、イオン宮古野城、イオンモールを始発、終着とする系統が多い。宮崎方面特急バスとの欠接点は西宮古野城駅、宮古野城駅前であり、宮古野城市街地系統はいずれか両方とも経由する。日南地区、編集を主に日南市内に路線があり、 油津駅前を拠点に、帯城や甲島などの観光地へも運行する。かつては、串間市内にも路線があったが、日南甲島間を除きすべて撤退し、コミュニティバスに置き換えられた。コミュニティバスの受託運行、編集街中循環バス、ふれあいバスは、宮崎交通の車両で運行する。他は、自治体所有の白ナンバーバスによる運行で、国富町は、無料。 福島市、日南市、小林市は自家用優勝旅客運送となる。高速、特急バス、編集高速バス一般路線と同じ白地に青、薄青の塗装だが、塗り分けは一般路線バスとは異なっている。会社名等は共同運行相手先事業者宮崎県の宮崎市と延岡市を結ぶ。2014年3月16日に東九州道。 延岡宮崎間が全線開通したことに伴い、同年度より運行されている。宮崎市延岡市間を運行する路線バスは、1999年に宮崎交通の一般道経由の宮崎、延岡間が廃止されて、以来、15年ぶりとなる。運行開始当時は8往復が運行されていたが、減便され現在は3往復となっており、また運行開始当初は、 宮崎交通と JR 九州バスの共同運行であったが、現在は宮崎交通の単独運行となっている。急行しィ、宮崎駅西山形山前、カリーの宮崎前から延岡駅廃止、九州路線、編集定期観光バス、編集、日南海岸と九州の小京都帯コースの一種類がある。宮崎市内を奇襲点に宮崎県南部の鎮田を、 堀切峠、宇都神宮、帯を回る。土日祝日、1月1日、1月2日のみ運行する。宮崎観光が全盛期だった。昭和40年代には6コースが設定され、毎日運行されていた。宮崎市内を奇襲点に、戸見岬やシーガイアを回るコース、高千穂バスセンターを奇襲点に、天岩戸神社、高千穂橋などの高千穂町内の観光地を回る。 コースもあった。行き先番号、編集また、宮崎地区においては、1986年4月から、すべての路線に行き先番号が付けられている。2005年8月のダイヤ改正では、若干の変更があった。現在、行き先番号の概要は次の通り。ただし行き先に番号が付いているため、逆経路が必ずしも同じ番号とは限らない。すなわち、 宮古市企業や宮崎駅業などは番号が存在しない。2011年10月より改正が行われ、宮古の上域などの他営業所の路線にも路線番号が振り分けられた。また、同じ行き先の別経路には枝番号が付けられている2011年9月まで、編集日本4メーカーの車両が均等に在籍しているものの、ここ最近は路線バスに関しては伊豆津、いすず。 高速バスは三菱不走性が優先的に選択される傾向が強い。新車と中古車を並行して導入している一方、製造後25年以上経過しなお使用されている車両もある。なお、路線バスのほとんどは中型車である。車体塗装は白地に青色、スカイブルーのラインである。一般路線車と貸切車、高速車では塗り分け方が異なる。 かつては高速バスでは路線ごとの専用塗装が施されていたが、2000年代以降、貸切車と共通の塗装の新車が導入されている。大和運輸との共同企画により、価客混載バス、人、物箱、ブエコロジーバスが2台在籍している。1962年までは鉄道事業を行っていた。詳細は宮崎交通線の項を参照。観光施設として、 子供の国などを経営するほか、旅行事業、保険事業、航空事業宮崎地区総代理店を行っている。ANA の総代理店では、名古屋鉄道と並び、ANA に社外取締役を輩出するなど、有力総代理店として、空港でのハンドリング業務を展開している。以前は、ANA 総代理店としての市内カウンター業務や、予約センター業務並びに、 日本エアシステム相談理店業務や日本航空空港ハンドリング業務も行っていた。宮崎交通が運営していたサボテンハーブ園は2005年3月31日に営業を終了した。また、霧島サービスエリアの事業も行っていたが、現在は都ショップレストランに業務が移管されている。ありがとうございます。